今回はノースフェイスの中型ザックテルス35リットルを紹介していきたいと思います。まあこのテルスはこの中型ザックの中ではすごく定番中の定番というか、もう何度もモデルチェンジを繰り返して今に至るこの中型ザックの代表的なザックになりますよね。まずこのフロントなんですけど、これが結構特徴的で、ここは別に内部にアクセスできるとかっていうことではないんですけど、こうやってジッパーがここまで開くことによって内部のものをすぐ取り出せるようになっていますね。でここにレインカバーって書いてある通り、レインカバーが付属しています。まあ、閉めた状態だと手前はまだちょっとこういうふうに広げることはできるんですけど、奥に行くにつれてまあほとんど伸縮もしないんで、あんまり奥までこう詰め込んでいくっていう使い方もしづらい感じですかね。でサイドポケットなんですけど、このコンプレッションするストラップが2つついてるのが特徴ですね。このボトルホルダー部分にコンプレッションのストラップが2つあるっていうのはすごく珍しいんじゃないかなと思います。でちょっと見づらいとは思うんですけど、この部分が折って重なっている状態なので、サイズによってこの幅だけ拡張できるような作りになっていますね。おなじみのナルゲンボトルを入れてみます。まあ結構大きめなんで、ほんと1リットルぐらいだったらすっぽり蓋の部分が隠れるまで下に押し込むことができますね。で次に背面を見ていきたいと思います。結構背面が特徴的ですよね。まあ弾力のあるウレタンのような素材にちゃんとくっきりとしたこの形が作ってありますね。背中に当たる部分は内部の方に反っていて、腰のあたりにかけて膨らんでいるような形状ですね。まあ、この背中の形状に合わせた作りになっているんだと思います。まあ、僕の背面の勝手な印象なんですけど、フラットの方がより万人に合うというか、個性的な背面ほど合う合わないがはっきり出やすいっていう、まあ当たり前ですけどね、そういう風に感じますね。でショルダーハーネスもまあこの背面と同じような素材で、多少弾力があるっていう感じで、まあすごく細いですよね。結構ノースフェイスのザックは細めで簡易的な感じのショルダーハーネスが多い気がしますね。でヒップベルトも上から見てもらったら分かるんですけど、すごく細く作られていますね。ヒップベルトポケットも見ていきたいと思います。ヒップベルトポケットは小さめですね。あでも頑張ればぐちゃっとして入れてればウィダインゼリーもパンパンになりますけど、ウィダインゼリー2個入りましたね。まあちっちゃいとも言えないですね、すいません。で反対側にももちろん同じヒップベルトポケットがついています。で35リットルなんですけど、本当にシンプルで、まあ35リットルぐらいから結構底部からの内部のアクセスっていうのができるようなモデルが多いんですけど、このテルス35は底部からの内部へのアクセスはできない構造になっていますね。で雨蓋の収納を見ていきたいと思います。僕雨蓋の収納でこの方式というか、この作りが一番好きなんですよね。このガパーと上までこう開くことができて、で中が大容量っていう、で深さもあるっていう、このタイプが一番使いやすいんじゃないかなと思います。こういうタイプのザクって裏にも収納スペースがあって、そこに物を詰めてしまうとここの部分が盛り上がってあんまり詰めれないっていうこともあるんですけど、まあ、このテルスも同じように反対側にも収納があるんで、ここにはキークリップがついてます。まあ、表の方に大容量収納できるスペースがあるんで、ここはもう本当キーケースとか、まあ貴重品とかちょっとしたものを、まあ入れるっていう方がほとんどですね。またナルゲンボトル1リットル入れてみたいと思います。で内部も見ていきたいと思います。でハイドレーションを止めるアタッチメントがあって、でポンプの通し穴は右側で、
で今ちょっと開いて気づいたんですけど、この雨蓋の根元っていうんですかねの部分がもう固定されてあるタイプなんで、このそこのスカートの部分を伸ばして拡張するっていうか、結構容量が多い時にこう詰めて雨蓋を上に上げて増えた分の容量を確保するっていうような使い方はしにくいザックになると思いますね。でハイドレーションと内部を分ける仕切りもちゃんとついています。で細かいポイントで言うと、デイジーチェーンが左右についていますね。でストックなどを取り付けれるアタッチメントと、下は輪のサイズを変更できるループ、これがちゃんと反対側にも同じものがついていますね。これは小型ザックでは片方だけしかついてない場合とかも多いんで、すごいありがたいと思います。チェストベルトにはホイッスルの機能もついていますね。それではノースフェイスのホームページを見ながら、テルス35リットルの詳細を見ていきたいと思います。テルスには今回紹介した35リットルモデルの他に45リットルモデルもあります。テルスには女性用モデルもあって、女性用モデルはテルス30とテルス42のサイズ展開になっています。でテルス35の価格は税込みで 21,450 円で、カラーは4種類あって、この黒とこの迷彩柄で、今回紹介したこの色と赤っぽい色ですね。でサイズは M と L があって、 M は 1310g で、 L は 1330g になってます。で容量もちょっと違うみたいで、 M は36リットルで、 L は38リットルになってるみたいです。背面長は M で43センチから51センチの方が対象で、L は48センチから56センチまでの方が対象の背面長になっています。今メインの荷物を詰め込んだんですけど、このテルス35は35リットルにしては結構フォルムが細身で、まあ、小さいなっていう印象だったんですけど、やっぱり35リットルっていう容量があるんで、日帰りの低山の装備だとパッキングしても余裕がある状態ですね。山小屋一泊とかにも全然使用できる大きさなんで、まあ当たり前といえば当たり前なんですが、で使用してない部分としては、この大きく開く雨蓋の収納は全く使用していません。あとはこのフロントの部分ですね、大きく開閉するところも使用していませんね。で背負い心地なんですけど、僕はもともと形のついた背面じゃなくてフラットな背面の方が背負い心地がいいって感じるタイプなんで、こういう風にソリッドというか、もう型が結構ある程度決まって作られている背面っていうのは少し違和感があるというか、背負い心地がいいなっていう風には感じることはできませんでした。